はい、どうも、テラコヤサリー、テラコスタでございます、えー。今回もですね、数 A 公一の一学期、きます特攻、場合の数と確率の中のですね、数字の順列についてやっていこうかなと思っております。で今回、数字というところで、まずはですね、自然数の数字、いわゆる整数とかね、そういったもののお数字についての順列をやっていこうかなと思っております。で、まず覚えてほしいのが、ゼロのルール。 っていうものですねなんかちょっとかっこいい言い方しましたけども自然数の0のルールというものがあります、まあ、基本的に、えー、自然数や数字というのは0から始まりますよ0から始まるんですけども0で始まるもの以外は必ず左側は0以外の数字じゃないといけませんよというルールがありますどういうことという話なんですけども例えば0は0なんです0だけなんです でも、それ以降、123456789、10を表すには左側に1を。で、その倍数20とかね、30とか40とか50とかっていうのを表す場合にも、左側に数字が必要なんです。かつ、100になっても、左側は必ず数字なんです。そう。一番左側以外は0を使ってもいいんですけども、一番左側だけは0を使っちゃいけない。0単体のみ。 えー、左側に必ず数字が来なきゃいけないというルールになっております、はい、このルールを踏まえておいてくださいそれを踏まえたルールとしてですね、えー、言葉でもう一回表していきましょう整数は頭に0がつかないというルール覚えておいてくださいでは問題にいきましょう 0, 1, 2, 3, で できる4桁の整数の数。まあ、整数でも自然数でもいいですね。数字、基本的に使う数字の数はあ何個できるかっていうところなんですね。まず4桁なんで11、1111っていうね、えー、4桁イコール1000の位まであるというようなイメージ。えー、4桁の数整数、いわゆる1000までの数字ということですね。 この時に先ほどのルールを思い出してください、一番左側、0がつかない、先頭に0をつけませんよと、ゼ本当の0以外は、単数、ね、1の位だけだったら0を使えるんですけど、10の位、100の位、1000の位というふうにです、ね、増えていく場合には、必ず左側は0で,、ね、であってはならないというルールになっております。 それを踏まえると、0以外は1234が使えますよねで。100なんですけども、1234のどれかを線が使った場合には、えー、234が使えますよねで。ここでルールなんですけども、左の線とは0が使えないんですけども、それ以降の場合は0が使えるっていうルールです。で基本的には、一番左側は0が使えない。それ以外は0が使えるので。 その代わり、1000、えー、の位で何か数字を1つ選んでるので、それを1つ抜いてあげますよっていうような考え。まあ、今回、あの、並べ替えで、01234を必ず1つ使ってくださいね。その代わり同じのを使いませんよっていうルールでやってますので、その場合をイメージしておいてください。はい。なので、1個ずつ減っていきますよと。1個しか使っちゃいけないんで。この場合ね。 えーまあ、0,2,3,4。0が追加されて、1000、えー、で選ばれたものが抜けるというようなイメージ。でそれで、えー、10の位も1個抜けますよと。1の位も1個抜けますよというようなイメージ。であとはその1000の、1000の位、100の位、10の位、1の位の残った個数をですね、えー、順列で掛け合わせていくというものになります。左から右に掛けていくというものになります。 1000の位4つ使いますよね100の位4つ使いますよね10の位3つ使いますよね1の位2つ使いますよねじゃあ計算していきましょう 4×4×3×2 ということですね十六4ける三4け4四4 − 4 − 4 − 4 − 4 − 4 − 4 − 4 −かかというようでき4 − 4 − 4 − 4 − 4 − 4 − 4う4 − 4 − 4 − 4 − 4 − 4 − 4 − 4 −い− 4と4 − 4 − 4 − 4 − 4 − 4 − 4 − 4の4 − 4数4 − 4 − 4 − 4り4 − 4 − ようななお話になりまますすここまで、OK、で0のルール一番左側に0、えー、はつきませんよと0単体のみ0ですよと、えー、で左側に0がつかないというだけで、えー、その桁数の場合には一番左側は0をつきますよというルール0、えー、がつく代わりに、えー、1個1000、ね、の位に選ばれているので1個しか使っちゃいけないというルールの場合には えーまあ、ダブってるものがないっていう場合には、えー、0を加えてそれ以外のどれかを取り出すっていう形になりますなんかマージャーみたいな感じのイメージ、ね、マージャーみたいなイメージでですね、えー、計算してもらえればと思いますはいで次にですね0を頭につく場合、まあ、つけられる場合があるわけですねどういうものかってことなんですけども、まあ、0100、ね えーまあ、こういったというところでは、まあ、あの市外局番とかもあると思うんですけども、もっと身近なものでイメージしてほしいし、問題で出るのはそういうもので出てきます。イメージ、同じ数字が使えない4桁のナンバー6条ってあるんですけども、同じ数字が使えないナンバー6条はまずないというところで一応ね、限定して書かせていただいております。あくまでも、0、1、2、3、4のどれか1個しかそれぞれ使えないというようなルールになってますので、 の4桁のナンバー6乗をイメージしてください。まあ、自転車にもね、ロックかけると思うんですよ。輪っかとかでね。えー、そういった時って大体4桁だと思うんですよね。その時に0使っちゃいけないっていうルールはないんですよ。必ず4桁何か数字入れないと開かないような仕様になってるので、そこに0、えー、だけはダメなんていうものがないわけですね。とりあえず数字が羅列されていれば OK なんです。あの、前、ローマチュの話で、 音節文字というのと、表音文字の違いの解説であったと思うんですけども、それと同じで、あの10とか100とか1000って見た目で,です、ね、判断できる表音文字なんですよね。それで意味を出すんですね。100で100をイメージさせるんですよ。ね、あ110っていうので10を表すわけですね。 1000で1000を表すんですね。そういう意味があるんです、その数字に。で今回、暗証番号に関しては、えー、ただの数字の羅列、音節文字なんですよね。特に意味はないんです、この数字の並び方に。好きな数字をどこにでも乗っけれていって、それが暗証番号になって、それを暗証番号入れれば、えー、キーが抜けるというようなナバー6条。 そんなイメージを持ってほしいですね。さっきのものは表音文字、えー、今回の音節文字というようなイメージを、えー、持っていただければなと思います。まあ、なので、まあ、暗証番号の時にですね、ゼ、えー、0はあ使ってもいいですよというようなイメージを持っておいてください。でえーまあ、暗証番号で使える4桁の番号の数というところなんですけども、えーまあ 4桁、あ使えますよね。で、ここで、さっきと違うのは、えー、0が使えるので、0、1、2、3、4っていうふうに使えますよと。で、100は1個ずつ抜いていく、10も1個ずつ抜いていく、1も1個ずつ抜いていく。 普通のやり5、5×4×3×2 というふうにですね、普通にですね、会場1がない会場みたいな形ですね。5の会場でも120にはなるんですけども5、5×4×3×2 というふうにですね、普通に数えて掛け算していっても120通りになりますよっていうような計算になります。よろしいでしょうか 作業の計算とは全く違いますというかルールが違うので計算の仕方も違いますよというところは頭に入れておいてください次にです、ね、整数指定の場合というのものがあるんですけども、ねまあ、1個しか使っちゃいけないというのもレギュレーションなんですけどもプラスアルファ整数2000以上の数字を使ってください2000を満たない数字は使っちゃだめですよ数式の並びはつく 使っちゃいけないですよというようなルールの場合ですね。えー、この場合どうなるのかということなんですけども、よいしょ、まあ、数値指定で使える4桁の整数の数というところで、まず、まあ、同じように1111っていうね、えー、位ごとのイメージを持っておいてくださいで。1000の位で使えるのなんですけども、2000以上なんで0と1が使えませんよと。 使えるのは2、3、4の3つですよっていうところで100なんですけども、まあ、整数なので左側以外は0が使えますよっていうところただ1000の位で1つ選んでるんで1個減りますよっていうようなイメージ2、3、4のどれかは取りましたよとでそのあでまた1個取りますよでまた1個取りますよっていうような形になります これを計算すると3、3×4×3×2 イコール72と。3、4、12、12×3、36、36×2 で72みたいな形で計算してもらえればと思うんですけども、まあそういった形で、まあ特殊になりますよと。値代が0はもちろん使えないですし、2000以上の数字。 意味のある表音の数字でやってくださいねっていうところでございますので0と1が使えなく2から234しか使えませんよっていうところで、えーえー、0、1の2個減って3になりますよとで、えー、100の位以降は0が使えますよプラス、えー、1000で1個選ばれるんで1個減らしますよっていう形になってますここまでが特殊あとは、えー、会場に減っていく えー、4、3、2、1みたいな形で減っていくというようなイメージ、えー、持っていただければなと思います、はいまあ、そんな形で,です、ね、今回はです、ね、数字の順列について解説させていただきました次回はです、ね、円順列そして数図順列についてやっていこうかなと思っておりますのでよろしくお願いします、えー、この動画がためになったという方は高評価、えー、チャンネル登録もよろしくお願いいたしますではまたお会いしましょうまたね